こんにちは、コッコです。静岡県は御殿場市時の住処に来ています。イルミネーションと噴水ショーを楽しみたいと思います。時の住処は御殿場市にある。複数のホテル、温泉施設、レストランなどが点在する大人のためのテーマパークとのこと。中でもイルミネーションに力を入れていて人気を博しています。一富士、二鷹、三茄子、昼間お天気が良く空気が澄んでいれば鷹の横に富士山がドーンと見えるそう。初夢の橋、松、ヒノキ、杉を使った太鼓橋です。チョコレート専門店ですとノルマンディショコラさん、中に入ってみようかな。チョコレートを攪拌する大きな機械がありますね。あー、もうお店閉まってた。今日は御殿場で母方の法事がありまして、久々に集まったので全員引き連れてきました。 GKB カフェ。 GKB とは御殿場高原ビール。御殿場高原ビールの施設がいくつもあります。温かいお団子に五平餅を売る屋台が。さて、光の住処へ行ってみましょう。素晴らしく華やかな光のトンネルです。この光の住処は無料で楽しむことができます。駐車場も無料だし、ご家族のお出かけに、デートに、買い物や食事も楽しめるのでとてもおすすめです。時の住処の名前の由来は、小鳥たちが集い、やがて巣作りが始まり、ヒナが誕生する楽しいひとときを表すとのこと。敷地内の宿泊施設はホテルタイプとロッジタイプより選べます。一泊朝食付きで一人5000円台からです。私が子どもの頃はここは富士牧場公園という名前で、馬がいる広い施設だった記憶。いい季節にお弁当を持って遊びに来たことがあります。ずいぶんおしゃれになったな。今日はこの光の住処の先まで、有料なのですが噴水ショーを見に来ました。まもなくトンネルが終わります。途中写真スポットいくつもあるので楽しいですよ。ベルサイユの光、別格のパフォーマンスですって。見ないとわからない、左へ100メートル。100メートルほど歩いた先からが有料エリアとなっています。大人1人1000円です。しばらく歩くと横断歩道があるので渡ります。有料エリアの1000円という代金は躊躇するのですが、メインは音楽と光の噴水ショーとなります。
大きな鐘もライトアップで幻想的に。ここはイッツはカラフルワールド。光のボールが癒し系の音楽に合わせ変化を見せます。前に来た時はこの場所は万華鏡のような装飾でした。時の住処のイルミネーションは今年で20周年だそう。毎年恒例か。来年の3月13日まで行うそうですよ。点灯時間は現在22時まで。1月11日からは21時半までです。最後までご視聴ありがとうございます。また次の動画でお会いしましょう。